スーパー戦闘後楽湯、名取ナトリ店、スーパー戦闘は日本における公衆浴場の一種であり、戦闘の形態の一つ。公衆浴場法及び各都道府県の公衆浴場条例上では、物価統制令の制限を受けない、その他の公衆浴場に分類され、施設規模や利用料金は戦闘と健康ランドの中間的存在である。また、日帰り入浴施設に含まれる。 発祥地については諸説あるが1980年代半ばより登場し始めたとされる。船橋ヘルスセンターに橋を発する健康ランドが全国に広がる中でより低料金で回転率が良く、付帯設備が少なく設置費用がかからない施設として各地に建設されていった入浴施設がスーパー銭湯であると言える。一般的な銭湯とは露天風呂。 各種アイテムバス、サウナなどの付加的な風呂設備を充実させたり、食堂や理髪店などの各種施設、店舗を併設することで差別化している。多くは水道水や井戸水を沸かして使用しているが、一部、またはすべての浴槽を温泉としているスーパー銭湯も増えている。設備を充実させたスーパー銭湯的な施設の走りとして、1985年に 富山県高岡市で開業した万葉ポカポカ温泉、1987年に大阪府豊中市で開業した夢の公衆浴場五式、さらに遡ると1976年に大阪市生野区で開業したニュー富士は温泉などがある。これらの銭湯は公衆浴場条例における普通公衆浴場に分類されており、厳密には現在主流のスーパー銭湯とは、 区分が異なる。一方、1990年に愛知県名古屋市森山区で開業した流線寺の湯は、同条例において、その他の公衆浴場に分類されるスーパーセントの先駆けと言われている。同施設の登場は、施設側が自由に入浴料金を設定でき、サウナの料金も入浴料金に含まれるなど、画期的なことであった。その後、 1990年代後半から2000年代前半にかけて全国でスーパー銭湯の開業ラッシュとなり2009年までに約770施設が開業している1990年代後半以後近場の温泉からトラックでお湯を運んできて沸かしているスーパー銭湯も見受けられるようになるこの方法はボーリングよりも比較的簡単に天然温泉を確保でき 温泉地、泉質を任意に選択できる利点がある一方で、循環によって使うことになるため、湯の投入量や設備によっては、泉質の劣化が激しいという欠点もある。また、2000年代以後に流行している岩盤浴の設備を付加サービスとして設置している店舗もある。さらに、近年では人工炭酸泉を導入する店舗も増えている。最新の設備を導入する一方で、 全体的な傾向として建物の作りを足気にしているところが比較的多い。スーパー銭湯が登場してから銭湯が家族のレジャーランドとなったが、その反面、従来は単に親などに合わせるものである子供の混浴を問題視する人々も現れ、各都道府県でそれぞれ定めている条例などによる入浴制限だけでなく、身長による制限や独自の 混浴年齢制限を設けている店もある。また、誰もが手軽に近場で安価に温泉気分が味わえる一方、タオルを湯船につけるなどの一部の利用客のマナーの悪さも問題視されており、温度差はあるものの各店舗で改善策を講じている。中には、小学生以下入店禁止などの制限を設けている店もあったり、マナー違反行為を発見した場合即時退店させる。 胸の掲示をしている店もある。最近では、オファール48と名を打ち音翼業界の活性化のため、全国の音翼施設で働く、女性従業員により結成されたアイドルグループが各種メディアで取り上げられている。スーパー戦闘の明確な定義は存在しないが、設備、環境として以下のような傾向がある。健康ランドとの比較では以下のような傾向がある。 スーパー戦闘への新規参入の障壁は低いことから、様々な業界からの参入が見られる。またご苦楽家のように、スーパー戦闘の経営のみを行う企業もある。なお、運営施設名欄の印はフランチャイズ。ありがとうございます。